キャストの皆さん、戸田監督にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さあ、では、まず早速なんですけれども、皆様にご挨拶を一言ずついただきたいと思います。本作の主人公、川部一子を演じられました杉崎花さん、お願いいたします。えー、こんばんは。一子を演じました杉崎花です、えー。今日は劇場まで足を運んでくださってありがとうございます。 え時間の許す限り楽しいひとときを過ごせたらいいなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますありがとうございます続いて3年間いちこと一緒に暮らしていた恋人長谷川よ則を演じられました若葉龍也さんですお願いします初めまして若葉龍也です、えー、映画館に映画を見に来てくれてありがとうございます、えー、短い時間ですが楽しんでってくださいよろしくお願いしますありがとうございます 続いて一子の高校の同級生で一子の秘密を知る人物北秀和を演じられました森永裕貴さんお願いいたします。はい、えー、皆さんこんばんは北役の森永裕貴です、えー。短い時間でございますがよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして一子の母親川辺夏実を演じられました中村ゆりさんですお願いします。 中村ゆりです。こんばんは。平日のこんな、あの、夜に皆さん、この時間を。一子のために、咲いてくださって、本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、最後に、戸田明宏監督です。お願いいたします。はい、えー、監督しました。戸田明宏です。今日はありがとうございます。えー、上映前。 挨拶ということでどこまで話せるかというのはありますけれども映画がさらに楽しみになるようなお話ができればと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございます短い時間ではございますが伺っていきたいと思いますスチールの方々すみませんここからのフラッシュ撮影は一旦お休みでお願いいたします さあ、あの撮影が2022年の夏というふうに伺っておりますけれども12月8日が公開になりますので公開まで1ヶ月となります、えー、今日完成披露ということでいよいよ皆さんに見ていただくんですが日本でのこうした皆さん揃っての舞台挨拶というのは初めてかと思いますので杉崎さんお気持ちとしてはいかがでしょうかいや感慨深いですねなんか本当に完成披露の時期になるとあっという間に初日がやってきて気づいたらもう あの観客の皆様のもとへ届いているというあの感覚なのでその紅葉と同じぐらいこう寂しさもあるんですけど今、この景色を目に焼き付けておきたいなと思いいまますすありがとうございます戸田監督はあの東京国際画祭では Q&A と立たれていたかとは思うんですが皆さん、揃っての舞台撮影初めてになりますよね日本においては。はい、はい、そうです えっとそうですねあの撮影1年前の夏なんですけどえっとまあ、本当に素敵なキャストに出ていただいてテアトル新宿という映画館が僕の中ではすごく大好きで目指していた映画館ですそこでこうして、えー、完成披露をこの場でやらせていただくことにすごく嬉しく思ってますはいありがとうございます若葉さんにもぜひ。 はい、公開まで約1ヶ月と迫っておりますが今日、立たれて改めていかかがでしょう本当に自分のやった作品の中でもなるべく多くの人に届けたいという思いにさせられる映画なので、あのー、こうやって今、ここに立ててそして、まあまあ、コロナが終わったのか終わってないのか僕は分からないですけどこうやって劇場で改めて。 あの皆さんの顔をしっかり認識しながらしゃべれるということに少し感動すらしています、あの楽しんでいってください。はい、ありがとうございます そうですよプサンも東京国際映画祭も皆さんの見終わった後の表情が見られるというのは改めて嬉しいことだなと思いましたが今日は上演前になりますけれども森永さんと中村さんは皆さんと会われるのは撮影ぶりですかね東京国際映画祭もあり人は先にご覧になっている方もいて大変多くの感想熱い感想も届いているかなと思うんですがいかがでしょう、その辺りは反響を受けてますか。 そうですね、僕はそのあの映画祭とかでご覧になられた方の,の SNS だったりとかっていうあの見た後の感想みたいなのを実際目に知ったんですけれどもあのやっぱりこうすごくあのこう盛り上がっているというかあのちゃんとこう受け止めてくださっているなというのはすごい感じていてなんかあ嬉しいなって思いながら。 あの見てました結構長文で書かれる方多いですよね。うん、そうでですすね,ね、はい、中村さんはいかがですかが、ねえっと、今日もあの取材をしていただく中で見てくださった記者の方が見終わった後にやっぱりそのとても調べてしまうといろんなことをこの映画の中ので、まあ、いち子ていう人のことがやっぱり忘れられなくてずっとなんか検索してしまったみたいなことをおっしゃってくださったんですけど。なんか はい、そういう言葉がとても嬉しいなと思いました。という今日は皆さんにご覧いただく完成披露の場ですけれども杉崎さん、改めて、はい、あの今日、ね、ご取材もあったのでたくさんお答えになっているかもしれません、はい、ご出演が決まったときそして、脚本を読んでから撮影に入るまでちょっとお時間があってただ、その間にもやっぱりいちこのことをどうしても考えてしまうというお時間があったというふうに伺ってますけれども実際に演じられてみていかがでしたか そうですね、味わったことのない経験をさせてもらったなと思いますあのなんかこう演じ手としてこう自分がこう表現しなければみたいな欲がこう剥がれ落ちてあのただ起こっていることに対して反応してしまう時間こうぐわんぐわん心が揺さぶられるような時間を演じていて過ごせたのは 初めての体験で、うん、やっぱりそれだけ引力のある作品だったんだなっていうことを改めて感じさせられますし素晴らしい経験をさせてもらったなと思います脚本を読んだ時にはいちこに対してはどんな感情をお持ちになったんですかうーんなんかいちこが、えー、いちこっていう人は穏やかな暮らしを求めてあの生きている人なんですけどうん それを求めるということは幸福であるということを知っているからだと思ってなんか何を幸福と感じるのかっていうものが知りたいなと思いました。 ありがとうございます。若葉さんは先ほどご紹介させていただいたとおりあのいち子の恋人ではあるんですがプロポーズをした翌日にいち子が失踪してしまうというでそのいち子の謎、秘密を探っていく追っていくという長谷川という役柄ですけれども、はい、最初に脚本を読んだ時のご感想をよかったら教えていただけませんか。一番最初にやっぱりこのいち子という登場人物がもちろんのこと飛び込んでくる。 ですけどそれをこの杉咲花という人がどう演じるのかということにすごく興味が湧いてでそれを目の前で目撃できるということにすごくあの心を奪われましたあのなのでぜひ僕にやらせてくださいということで、はい、実際に長谷川を演じている時はどのようなことを感じになりましたか えっとそうですね、<laughs> 僕あの杉崎さんに朝ドラのおちょやんでもプロポーズしたんですけどいっつもうまくいかないなと思いましたね <laughs> 拝見していて同じことを思ってました。ですよね、はいはい、なかなか厳しいもんですね。<う> <laughs> 本当にままならなならいんだな人生っていうのはっていうのはこういう一場面で思うことですけれどもうちょっとプサンの時にお答えになってたかもしれませんがいち子というのを追っていく中で感じたことってどういったたことでした、はい、うんやっぱり観客の人たちと同じ目線に立って、えー、いち子という人を追いかけて。 行くしいち子というものを垣い見ていくんですけどやっぱりすごくうーんそれは境外的なお芝居だったりとか鮮度がなくなったお芝居では絶対にダメだと思ったしそうすることでどん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 この映画が対岸の火事になってしまうというあの危機感というかそういうものはあってなので本当に全神経を使ってその場所に佇たずみました。 ありがとうございますそして、あの森永さんが演じられていた北ですけれどもいち子のある一面を知る重要な人物かと思いますが、はい、北はどんな役柄だと森永さんは理解ししてて演じてましたかそうですねあの衝動性のすごい強い人だなっていうふうには感じていて一種、ちょっと。 その思いの強さのあまりこう犯罪者心理にちょっと近いようなところを持ち合わせてるんじゃないかなみたいなところも感じつつそのいち子に対しての,その細くて強いベクトルみたいなものっていうのをずっとずっと持ち続けてるキャラクターだなっていうふうには演じ、はい、られていて実際にこう対峙した時に感じたことっていうのはありましたかすごくやっぱりこう、まあ 苦しい部分も持ち合わせてはいるんですけれども、本当にこうある種一方的というか、なものもこうあるので、本当にこう、あのまあ、演じてる身としてはこう広いあの視野を持ってなければって思う部分もあるんですけど、あの北としては本当にこう狭い狭いこう目線で何かこう見てるところも大事にしたいなと思いつつ、はい、やってましたね。ありがとうございます そして中村さんはあの2015年に原作になった舞台をご覧になってたんですよね。はい、見てましたそこから映画の脚本を読んで、まあ、ご出演も決まって脚本を読んでというそのプロセスはどのような思いでしたか当時あの舞台版の方を拝見してやっぱり自分の中にすごく衝撃があったものですから戸田さんが今回映像化されるということで。 なんか私もすごいムキになっちゃってもう絶対いい映画にしたいみたいなんで,で事前に監督ともお会いしていろんなお話をさせていただいてなんだろうでそれに戸田さんもすごく真摯に繊細に答えてくださって脚本のこともたくさん話したりとかもうな,んならちょっとキャスティングも私がしたいぐらいの思い出が強くてでも本当にもう素晴らしい役者さんが揃って仕上がりを見た時になんだろう ああいい映画になったなっていう幸福感がすすごごくあありりまました、はい、ありがとうございます戸田監督あの、もともと監督が戯曲として書かれた作品が映画化してされているということになりますけれども映画化に向けてそのここは原作の部分を残した方がいいですとかここを工夫した方がいいんじゃないかみたいなところって、まあ、見る前なのであれですけどできる範囲で言える範囲で教えていただけますか。そう,そうですねその できるかそり書かれた戯曲舞台として書いた本を映像にする時にあのできる限り舞台で感じる印象と近いものを映像になんとかできないかなっていうのを考えたんですであの、まあ、舞台の方もそれに近いんですけどこの映画はいちこという杉崎さんが演じていただいた役を関わった人たちの目線で描いていくという手法を取ったんですけどそれは。 えっと舞台の方とは少し違う形にそこはしたのかなでもあの主人公であるいち子という存在を追いかける映画ではあるけどつかみきれないというかいち子という人間を理解最後まで完璧に理解するということの難しさ他人を理解するということの難しさともつながると思うんですけどそういうことをこう描こうとしたところも一つのテーマであるので。 それをどうすれば映像として杉崎さんのお芝居をカメラで捉えながらとあのそういう印象を与えていけるのかなということはすごく考えて作りましたあの戸田監督が今お話しいただいたように本当につかめない人物であるこの一ち子を皆さんが今から一緒に追っていくような感覚にもなると思うんですが杉崎さんご自身が映画を完成して見た時はどんなご感想をお持ちになりました、はい この映画は、えっと、いちこに関わった第三者の視点から一子っていう人物が浮かび上がっていく話なんですけど、あのーまあ、いちこを語る方々のシーンは自分は現場に立ち会っていなかったのでなんかこんなふうにそれぞれの。 人々の中にいちこっていう人が影を残してそれぞれのいちこぞっていうのがあったんだなっていうことにうんなんかはっとしましたしこう身に迫るものがありましたなるほど。という部分では長谷川を演じている若葉さんは、はい、その一緒にこう一その証言を聞いていくという役回りですが見たときはどんなご感想を持ちになりました何、うん、でしょうね。本当に 切なすぎてて笑ってしまうシーンとかもあるぐらい感情がこうかき乱されるというかきっとそこで泣いてる人もいるしそこでなんだろうおかしさすら感じてしまううん表裏一体というかこんな悲しくて面白いことあるのかなと僕は思いました。 ちょっとこのあとどういう空気でご覧になるのかが、ね、気になりますけれども森永さんは本編ご覧になったときはもっといろんな選択ができたんじゃないかとか結構、まあ、自分が演じている役に対してもそうなんですけどあのもっとなんかいい方法がとか結構こう歯がゆうい思いをしながらすごい見てましたね。 言葉を選んででいいただきありがとううございますそうですそよね今思わず感想をそこに載せようとしてしまったんですが中村さんはご感想としては見た時私が女優を始めた頃にあのとあるお仕事をしたプロ,プロデューサーさんがおっしゃった言葉がすごく自分の中に残っている言葉があってあの日の当たらない人に光を当てた映画を作りたいっていう言葉があってっていうのは、まあ、例えば。 社会的弱者だったりとか孤独の中にいてでも見つけてもらえない人だったりとかそういう人を描く映画を作りたいっていう言葉が当時まだ若い私はすごく衝撃というか自分の中にずっと残っててもし自分が女優をこれからやっていくんだったら少しでもそういう映画に携わっていけたらいいなっていうのが自分の中に あるんですけどもこの映画を見終わったときにあ私、そういう映画に携われたなと思って、はい、すすすごごく嬉しかったであざいますさあそしてあの皆さんの、ま、見る前なのでちょっとシーンは選びつつになると思うんですけどお好きなシーンですとか撮影していて印象深かったシーンをそれぞれ伺いたいんですが杉咲さんから伺ってもいいですか。あのこの映画は、えっと、虹が ちょっとキーワードになっていたりもするんですけどあのラストシーンを、えっと、クランクアップの日に撮影していてあのその日は突き抜けるような青空だったんですけどその中に優しく虹がかかっていてなんかそれを見た時にあなんかこういうものに絵が守られていたのかなとなんか思わざるを得ないというかうそういう感覚になって。 はい、すごく記憶に残ってます。いい話です、ね、そうですすねねそうよクランクアップの時のの話でしたけど岡場さんは何か好きなシーンですとか印象深かったシーンってありますかあるんですけど言ったら多分今ほ,ほとんど全部喋ることになると思うんで <laughs> <laughs> どこですかねな、えっと、ありますけどそれは後々、えっと、取材とかいろんなものであああの出てくると思うので。 あの皆さん自分の好きなシーンを見つけてみてください上映前はちょっと話しづらいという、はい、森永さんはいかがでしょうそうですねあの何かを食べてるところが結構作品全体通して多分何回か出てくるんですけど今回すごく印象的でなんかああすごいなって言いう何かすごいなっ観的なことで申し訳ないですけど <laughs> あのすごい印象的でした、なんか自分の中に残ってて食べるところでこんなに印象的になることって今まで僕はなかったので、うん、好きですね、はい、何をどう食べるかっていうのもね、<laughs> やっぱりある種、皆さんのドキュメントだったりするのでね、うん、そうですよね、はい、ありがとうございます。中村さんんにも伺っていいででですすかそうね花ちゃん演じるいちこが、まあ、全速力で走る ところがあるんですけどもあんなに力強く走っていることがこんなに悲しいんだっていうなんだろうこういう走り始めてみたかもっていうぐらいの、はい、あのシーンはなんか自分も見てなかったシーンだったのでとても印象深いですね、はい、はい、ありがとうございます戸田監督もう上げきれないとは思うんですがそうですね、はい、でもその舞台でやったのを映画化したという意味の観点だと 舞台ではその同じく一子を演じた方が長いセリフで語っていく長いシーンがあるんですけどそこを映画にする場合は言葉を全部落としてまあ映像というかまあ行動で全部示していた長いシーンがあるんですけどそこのシーンはやっぱりすごくまあ映画の中でも非常に大事なシーンなので見ていただいたら分かるかなと思うんですけどそこを撮っている時はすごく高揚しましたし。 杉崎さんのお芝居にすごく惹かれましたしたさっきあの虹とおっしゃってたんですけどある場所に虹の絵も描かれているっていうカットが出てくるんですけどそれは美術部のアイディアで描かれた虹でそれもすごく印象に残っていてあのシーンをどういうふうに映像化できるかっていうのはずっと悩みながら現場にいたのであの個人的にもすごく好きなシーンというか緊張感がすごく高くて。 いいシーンになったなと思ってますので、注目してもらえるといいなと思います。ありがとうございます。皆さんのね、お好きなシーン、印象深かったシーンも伺ったんですが、監督。こう、まあ、もちろんテーマはとても重厚なものがあると思うんですけれども、はい、現場はどんな雰囲気で進んでいったか伺っていいですか。現場はですね、えっ、ー、と。まあ、この映画すごい夏がテーマになってて。あの、まあ、僕のわがままもあり。真夏に撮りたいというのを言いまして。もう八月の真っ最中に。 撮影したんですけど、地獄なぐらい暑かったなという印象はすごく思っていて、はい、どう暑さ、ね、暑さというところではどうでしたか。い,いや本当に暑かったですよね。はい、暑かった。なんかでも自分の中であの印象に残っているのがあのあるえっとスタイリストさんを通して聞いたことだったんですけど、川端さんがこの作品にあの挑むにあたってあの。 実際に描く汗を大事にされたいとおっしゃってるって聞いてやっぱりそういうものが映像にこう匂い立ってくるものだからっておっしゃってるると聞いてさすがだなと思ってあの自分も見習いたいなって思ってたんですけどある撮影をしていたときにパっと横見たら思いっきり表の上をてててえっめっちゃ涼んでてるじゃんって思ったということがありました。本当にちょっと そうね、体調崩すぐらい暑かったんですよね。そうなんですよね。まあ、天秤かけた時に健康的に撮影できるのを選びました。え、<laughs> 本当おっしゃる通りですよね。はい、体調管理が大事なので、意気込みはね、そうなんですけど、やっぱり、ね、実際の暑さを目の当たりにすると難しいですよね。そうです。で,すでも、本物ですよ。汗は。<laughs> 基本的に。本物です。基本的に、あの。 み皆さん本物だと思います。はい、はい、ありがとうございます。あの撮影のまあ撮影中現場での思い出があったら伺いたいんですが、何か若葉さんありますか。えー、監督でもいいですよありましたか、ね。でもあの思い出というか若葉くんと今日おられないですけど、宇野昭平さんってあの刑事役で出てらっしゃるんですけど、オフの日に二人でカフェに。 あの散歩とか行ってこうカフェに行っててで僕と助監督が「殺球の日」もあったんですけどあの呼ばれて行って脚本の話になってその日のうちに脚本をこう変えた方がいいんじゃないかって言って変え始めてで合宿してるんでロケ地そこだからロケ地見に行こうよとか言ってそのままロケ地役者さんも連れてみんなで見に行って変更したものを急遽制作部に軽トラを用意してくれみたいなの言ったりしたりとか。 なんかそういうい本当にクリエイティブに対してもあの一緒になって考えてくれて撮ったりしてたのでなんかすごい嬉しいですよねって思ってます、うん、確かに暑いというか皆さんがしっかりこう心が集ままってる感じがしますもんね6時間ぐらい2人で喫茶店で喋ってたんです、はい、宇野さんと休みでやることなかったんで6時間6時間ぐらい2人きりで喋ってて。 でとうとうしゃべることなくなって脚本を取り出して <laughs> <laughs> お互いに思ってる不思議、矛盾点とかあとここをもっとこうしたら良くなりそうということを提案していった結果監督に話そうというなって監督にそれを思いを伝えに行きました。でもそこででしっかりこう柔軟に対応される監督で やっぱりそれがなんかこう作品の凄みにつながっているかなというかね杉崎さん、はい、でも宇野さんとは会わないよよううに気をつけてたんですよ、ね、そうですすねね、そ監督にもあまり会わないようにしてほしいということを言われてやっぱりあの宇野さんは一子の姿を探していく立場にある役柄なので、はい、なんかあのちょっと現場を見さ,せにいただい見させてもらいに行った日とかもあったんですけど。 隠れるようにしてました。隠れてたんですね。あま、はい、本当に会わないように。そうですねそう。なるほど、ありがとうございます。何か現場でのこう印象深い出来事って森永さんあったりしますか？そうですね。僕本当にあの杉崎さんの関西弁が上手すぎるってずーっと思ってたので、もうご本人にももう会うたんびに言ってたんですけど、あの？ まあ役で使うセリフを関西弁でできるっていうのはまあまあ,あの見たことは、まあ、もちろんあるんですけど日常生活の言葉まで関西弁にできる人ってなかなかいらっしゃらないので,で出身地を聞いた時に関西なんですかって,言って言ったらいや違うって言っておっしゃってたからもう余計びっくりしちゃってもうそこがすごいもうそこばっかり言ってました僕。<laughs> これは杉崎さん。以前もね。関西弁の役はやられてましたので、はい、<そ>いやそこで培われた、ね、いや。もう本当にその朝ドラであの話す機会があって、あの1年ぐらいかけて方言指導の方がつきっきりで教えてくださったので、本当にそのおかげなんですけど、うん、やっぱ、ね、ネイティブの方にそのな風に言っていただけると本当に嬉しいです。<laughs> 月過でね。本当にありがとうございます。中村さんにもちょっと現場のエピソードがあったら伺いたいんですが。 クランクアップの日が私の,あのとあるフェリーのシーンだったんですけど実際運行しているフェリーを使って撮影するので、まあ、限られてるんですよね撮れるカット数がで私最後の日にスタッフさんは全員フェリーに乗って去っていって私だけ対岸に1人残されてクランクアップをするっていう <laughs> <laughs> 初体験をしました <laughs> ちょっと切ないですねみんなこうねあみたいな <laughs>、はい、フェリーから。 でもなんか徳島ラーメン食べたってあ空港でねいただきました、はい、<laughs> 先にクランクアップコールをみんなでしてから最後のシーンを撮影に臨んだんですけどそう,そういうこともあるんですね先にクランクアップですあじゃあす撮りましょう普段は <laughs> 普段はないんですけど船が戻れないので見ていただくとあこのシーンか分かると思いますありがとうございます オッケーですか。はい、ありがとうございます。元セッション以上となります。では、えー、杉崎さんにマイクを戻しますので、見ていただく皆様に最後に主演の杉崎花さんから一言いただきたいと思います。お願いします。はい、えー、そうですね。えっ、ー、と自分にとってあのいちを演じた時間はあの？なんかこう。引き裂かれるような痛みが。あったと同時に。 あの自分の中の大切な記憶としてこの先も何度も何度も再生したいような多幸感に包まれたあの時間でもありましたあのなんか人は外側から他者を見てあの大変そうとかかわいそうとか自分の物差しでいろんなことを思うことがあると思うんですけどあのこの映画の中の 中村由里さん演じるいちこの母があの「幸せな時期もあったんやで」っていうセリフがあるようにそのどんな環境にいたとしてもその人の、うん、ことはその人にしか分からなくてあのどんなふうに感じて日々何を受け止めて生きているのかっていうことは、うん、自分たちには分からないこともあって。 その上でどれだけ他者と関わっていくことができるんだろうっていうことを突きつけられるような映画になっていると思います、えー、なんか個人的にはあのこの映画をどう受け,受け止めるかっていうことが何か自分たちの実生活に反映するような気がしていますしうん。 この話は自分には関係ないと思っている人にこそこの映画を見てもらいたい気持ちがありますあのもしこのあと見ていただいて何か揺さぶられるものがあればぜひこんな映画があったっていうことを広めていただけると嬉しいです、えー、今日は来てくださって本当にありがとうございました杉崎さんキャストの皆さんそして戸田監督ありがとうございました より一層大きな拍手で、いちこのスタッフの皆さん、キャストの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。